ジモン・グリュックリッヒはドイツの画家。装飾画家、レオ・グリュックリッヒの息子ジモンは、1880年から1890年にかけてウィーン美術アカデミーに所属し、1885年から1890年の間に風俗画と風景画の画家レオポルト・カール・ミューラーに学んだ。彼は1890年に北、イタリアを訪れ、1920年には、 バルト海を旅した。1917年までジモン・グリュックリッヒはウィーンで主に活動していた。その後彼はミュンヘンに移り生涯そこで生活した。初期は風俗画を中心に描き、後には神話的な場面や風景画や生物画を描いた。グリュックリッヒの作品の多くは人間と風景が幸福感のある調和をした。 アールヌーボー的な様式化された彩り豊かな自然を描いているが、徐々に彼は、社会慣習が、ヌードが、特に貴族と、上流階級の肖像画において熟達した画家となった。1890年、フランツ・ヨーゼフ一世は、ウィン・キュンストラー・ハウスの展示会で絵画子供のカルテットと、1898年には、花束を入手した。出身チビアワで、 彼の作品は大規模に展示された。1905年、グリュックリッヒはミュンヘン万国博覧会の金賞を受賞した。ジモン・グリュックリッヒの作品はドイツの主たる美術館に所蔵されている。彼の作品は国際的に需要が高まり、作品は最大4万ユーロの価格がついた。ウィキメディア・コモンズには、ジモン・グリュックリッヒに関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。